君であります。佐々木健介のパートナーが中島和彦ならば、小橋健太のパートナーは塩崎郁夫。2004年4月にデビューしました。中島よりも年は上、キャリアは半年に近い塩崎郁夫。しかし小橋の元で学び、小橋のプロレスを見てまいりました。塩崎郁夫も花道を走って今リングの中に入りました。あの曲がノアに戻ってきます。夢の一戦再び。
試合前に言ってたんですけども、はい、あの東京ドームの時にはとにかく意地の張り合いだったと。そうですね。だから小橋が逆水平打つならばその倍以上の逆水平を打ってやろう、はあ、小橋がラリアットを打つならばその倍以上のラリアットを打とう、うん、そういう意地を張っていたと思います。お互いの得意技ですからね、はい、ラリアットとラリアットっていうのは、はい、そしてお互いやっぱり意地の張り合いになっちゃうんでしょうね、うん、さあ小橋が飛ばした。緊張感みなぎります両者。ただその意地の張り合いが佐々木健介が楽しいんですよと、そういうことを言ってました。あの試合はね本当に健介負けましたけど、はい、これは素晴らしい試合だったんですよ。そうですね、あのお客さんが一番認めたんですよね、はい。小橋健太から塩崎郷にタッチが交わされました。まあ、こんなに早くまたね、はい、実現するとは思わなかったですね。まあ、あの小橋も佐々木も両者ともに口を揃えたんですが、ああこの試合の中でポイントとなるのは若い2人なんだということを言ってました。まあ、そうでしょうね、はい、当然ね。さあバックを取れた、バック投げ捨てました。さあそして逆転、勝負の分かれ道になるんじゃないですかね、2004年7月24日にデビューして1年3ヶ月、あーと一発見舞っていきました佐々木健介。さあ今度はこの中島和彦の蹴り、そしてエルボー。この中島和彦は2004年の1月にデビューして蹴りは1年6ヶ月、まだ17歳なんですね、はい、1年10ヶ月なんですが、その共にプロレスデビューはこの2人2004年なんですよね。さあドロップキック、塩崎子、年は塩崎子が23歳、この中島和彦が17歳と7ヶ月です。ただ中島が言っていたのはこの塩崎子よりも半年早くデビューしてるんだと、中島和彦に2発の逆水平を放ちました。そして今度はキッチンシンク2発。さあ、おっと、これを見舞うか。のろまた。チョップを見舞っていく。そして中島に対してダブルの、わあや、片手でいきました。ああ、今度はこれは容赦ないですからね。相手が若くてももう、はい、そういうの関係ないですから、考えますからね。さあ3発目、さあ張り手で返していく中島勝彦も張り手で返していきます。長島の場合はキックがありますからね、はい、今空手やってましたから。そうですね、小学校3年生の時から空手やってたんですよね。そうなんですよ、だから逆転、はい、どれだけキックがね、はい、まあ、こういう選手にやっぱ試した方がいいですよ、思い切りやってね。6発、さあ沈んだ中島勝彦。この中島勝彦が17歳7ヶ月、はい、そして一方の小橋健太は88年にデビューして、はい、プロレスキャリアが17年8ヶ月なんですよ、はい、さあちょうど17年ですね。さあダルピキック、高い露天だ、坂場に行った、どうだ、肘でもここは肩を上げなければいけません中島勝彦。軽々と持ち上げてボディースラム、そしてマウントポジションか、ヤバックを取った、キャメルクラッチに行きました塩崎を。キャメルクラッチを食らっている第80代のアジアタッグのチャンピオンでありますこの中島克彦です。さあ来た、さあ佐々木健介に向かっていく、ドロップキックを放った、引き迫る表情塩崎を。いいですね塩崎ね、はい、気合入ってますね。小橋が今手を差し伸べていたんですが、ああそれを無視して試合を続けますね。
さあ今度は釣り天井です。第80代のアジアタッグチャンピオンを釣り上げます。そして小橋がチャンピオン振り落とした。ものすごい連携攻撃を見せます小橋白崎組。反発。さあ白崎から小橋にタッチが交わされました。まあ、試合を有利に進めているのはこのホームリングで戦っているこの小橋塩崎君いいですよね。逆水平さあ飛ばした。あーキックで逃げる人。そしてセカンドロープからあーめちゃめちゃ低い。さあそして38秒、剛腕ラリアットで沈みました佐々木健介。さあ小橋も逆水平で応戦します。長島も健介みたいな体になる
んじゃないですかね。そうでしょうね。だから5年10年後、はい、この2人の対決が楽しみですね、はい、本当にそうですね。さあスリーパーホールドに伺いました第80代のアジアタッグチャンピオン中島和彦。さあ小橋健太が鼓舞します。そしてその鼓舞に応えるようにロープレーキに逃れました塩崎浩。さあ中島は青コーナーに引き連れて、そして佐々木健介に預けます。リング中央、あーと前から後ろからラリアット連発でいく、左右のラリアット坂場、あーとここは小橋健太が勝手に入ります。塩崎浩危なかった、強烈ですね、今カット入らないと危ないですね。そうですね。さあニュートラルコーナー塩崎が立ち上がるのを待っています。そして捉えた、反対側のニュートラルコーナーにぶつけていきました。そしてカバーに振った、返した、絶対に負けることができない両者、塩崎浩そして中島克彦、エルサイパス塩崎浩も髪を振り乱してエルボーを打っていきます。おーダメー、膝から崩れ落ちた、カバー入った、返せれた、返した、これ意識ありましたかね。いや一瞬飛んだんじゃないですかね。そうですね、だからまあ、意識ないうちにも跳ねるわけですけどもね、まあ、もう記憶はもう飛んじゃってるんですよ、ね、おーと膝から崩れ落ちた、アジアタックの試合をしているときに敵の攻撃を受けて記憶を飛ばしながらそれでもなお防衛したということがありました。まあ、よくあるんですよね、はい、まあ、被害者勝手で全然記憶ないですよね、はい、まあ、あの記憶飛んでも試合はしてるんですよね、はい、でもどういうふうにやったかというのは全然もう、ああそうですか、覚えてないですよね。なるほど。しかしここは塩崎を立たなければいけない、起こされました、中島和彦に起こされた。そしてダンプキック、さあどうだ、返せるか、返した、中島のドロップキックもいいですね、まあ、塩崎も今日はね、はい、素晴らしいドロップキック、そうですね、やりましたね。ただ塩崎とその意識が心配です。さあ中島和彦から佐々木健介にタッチが交わされました。さあ、いや連発の体勢ですが、いや
あ、中島のジャーマンもそうですね。ハーフネルソン、ジャーマンスープレックス、そしてバックドロップ、そしてフルドネソンでスープレックス。チャンピオンとして決して負けることができない中島和彦、小橋のパートナーとして決して負けることができない塩崎子。さあニュートラルコーナーにぶつけました。中島距離を取った、あーっと時で迎撃したセカンドの方から、あーっとグーパンチ高いところ、you
ました。ああ、それだけでよっぽど幕開きだったでしょうね。